日本代表として国際 A マッチ最多出場数を誇る遠藤康人。そんな日本を代表するミッドフィルダーが衝撃を受けた日本人選手について話している。テレビ番組で元日本代表の中村憲剛と対談を行い、自身のキャリアの中ですごかった選手を聞かれると、最初に衝撃を受けたのは山口元弘さん。こんなにうまいんだなと思った。うまかったし頭も良かった。初めての練習でうまっと思っちゃった。ボール取れないみたいな。あとは三浦篤弘さんのフリーキック、こんな縦回転蹴られる人いるんだって。その時は真似すらしなかった。無理だと思っていたから。インステップを横にして蹴るイメージで蹴っていたので無理だなって思ったと、日本サッカー界のレジェンドの名前を挙げたが、この2名の名前を出す前に真っ先に挙げたのは遠藤康人、自分自身の名前だった。 J リーグで一番すごいと思ったのは遠藤康人でいいんじゃない、俺が俺と対戦したかったと、自分と対戦してみたかったという。中村憲剛は嫌なやつです、対戦した人間からすると嫌な選手でしたよと話すと、遠藤はだろうね俺もそう思うと自画自賛。そのプレースタイルから一見すると緩くも見えるが、生粋の負けず嫌いである。